はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。ちょっと充電ですね。これはフォーブスというですね、メディアですね、に16日に出た記事でございまして、中国一帯一路に広がる不協和音、イタリア離脱が追い打ちにというタイトルでございまして、ちょっと読んでいきますと、中国の広域経済圏構想一帯一路はイタリアが離脱を示唆する前からいくつもの困難に直面していた。イタリアの離脱は現実のものになる可能性が高く、特に大きな打撃になりそうだと。これはメローニさんというイタリアの首相がですね、すでに立教さんという方に伝えてますね。もう離脱するよと。それは先日のですね、G20 やったかな、のバカなんかですね、で伝えたという話がありますけど、まあ、離脱を表明してます。他方、ジョー・バイデン米政権とインドは一帯一路と競合する構想を発表した。アジアと中東、欧州を鉄路や海路で結ぶ経済回廊の整備を目指すものである。中国の習近平国家主席は2017年の一帯一路フォーラムで、一帯一路正規のプロジェクトと呼んでいたが、一帯一路をテコに経済的外交的影響力を広げようとする中国の取り組みは、そんな野心的な目標から程遠い状態にあるように見えると、まあ、要は失敗しているということですね。まあ、それは明らかです。イタリアのジョルジャ・メローニ首相は先頃インドで開かれた G20 の記者会見で、一帯一路からの離脱は最終的に決まったわけではないと説明している。正式な離脱表明の期限は12月となっており、もし離脱を表明しなければ、イタリアが2019年に中国と交わした一帯一路に関する覚書は2024年に自動更新される。一方、離脱をすれば一帯一路は主要7カ国で唯一の3カ国を押し合う。そしてこれらの方が可能性は高い。まあ、多分離脱するだろうということですね。外交界では米国と欧州連合がイタリアに脱退するように圧力をかけたのではないかという憶測が飛び交っている。イタリアは来年 G7 の議長国に就くことになっており、そのあたりの事情も絡んでいるかもしれない。ともあれ、そうした動き、そうした働きかけについては米国も EU も認めていないし、イタリアにしてもそうだと。こんなん僕ら知らんもんってみんな言ってるわけですね。イタリアは勝手に進んじゃうのと、そういう感じですね。イタリア政府が言っているのは、一帯一路は自国経済に十分な利益をもたらさなかった、ただし中国との友好的な貿易外交関係を保つことは決意しているということだけだ。実際 G20 に合わせて会談したメローニと中国の李強首相は、イタリア側の発表によれば対話を強化し深めていく、にゃ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 って書いてあります。まあ、この辺にしときましょうか。ここ面白い、ね、一帯一路構想は初めからマフィアのような雰囲気を漂わせていた。中国はアジアやアフリカ、中南米、中東、欧州、周辺部などの経済的に困窮した国に接近し、港湾や鉄道、ダム、道路といった重要なインフラ事業への融資を持ちかける。そして中国の国有銀行は資金を融通し、中国の請負業者が施工する。完成後も事業は中国側が管理し、相手国側の支払いが滞れば所有権も握る。どのみち参加した国に対して中国は影響力を持ち、相当大きな力を行使できるようになる仕組みだ。米ウィリアム&メアリー大学の研究機関であるエイドデータによると、2012年、以来、中国はこうした融資を約150カ国で計1兆ドル、約150兆円超を行い、今や世界最大の債権国になっている。まあ、そんなことが書いてありますね。スリランカの港湾を取り上げたとか、そういう話をしてますけど、あのね、作って取り上げたところでね、そのかけた金が回収できてないんですよ、中国の一帯一路っていうのは。2000億かけてですね、その港湾作りました、でもその2000億どうやって回収するのですね。だから代わりに港湾取り上げましたと、取り上げてもですね、2000億回収できないんですよ。港湾の利用率が減ればですね、お金は入ってこないわけでしょ、利用者がいなければ。だからそんなことばっかりやってるんですよ、中国って。アホちゃうかと思うんですけど、アホなんですね。
それが一帯一路の実態であってですね、まあどう言いましょうか、成功とは程遠い状態で、あっちおっちゃんに金をばらまいたけども回収できていないということですね。で明らかに失敗なんですけども、今月のですね27か28かすみませんけど、そのあたりにですね一帯一路会議というものをですね催すそうなんですよ、習近平が主催して、まあそこでですねどういう流れにするのかってよう分かりませんけどもですね、もう世紀の大失敗なんですこれ本当に、で多分ねこれはあと何十年も経ったらですね、もう私が死んだ後にですね歴史がこれをですね位置づけると思うんですけども、習近平政権の大失策であり、中国衰退の一つの大きな理由になると、原因になったというふうに歴史的な評価を下されるんではないんでしょうかね。何のこっちゃ分からんわけですよ。そもそもね、そういう中国からヨーロッパに行く途中に中国のお金でですねインフラ作ったところでですね、それが中国のためにどうメリットがあるのかってよう分からんわけですよ。だからなんかね、なんか習近平の容姿なですね、19世紀に自分たちがですねヨーロッパの植民地にされたでしょう、あれの逆をやってやろうなと思ったのに違うやろうかと。もう時代は時代で、そんな他人の領土を分取るなんてできない時代でしょ今。まあロシアはやってますけど、まあ中国もそれをやろうとしますけど、でもそれも時代ちゃうんですよ。だからね、そのもうものすごい時代錯誤してるわけであって、もうスリランカのね港湾取ったって、ギリシャの港湾取ったって、別にそれが中国の経済に資するかっていうと全く関係ないんちゃうかなと。中国からヨーロッパに行くとして必ずスリランカに寄らなあかんってことないわけでしょ。燃料さえあれやそのままスエズ運河まで行ったらいいわけでしょ。そこをね、あの人は何を考えてんやろうと思うんですけど、だから壮大な失敗であって、もうその失敗が明らかになってね、でしかもですね今の中国ってお金ないんですよね。だから今後それをね続けていこうかと思ってももうあのふんだんなドルは消えてしまってるんですよ。だから継続さえ困難ではないんかな。で今やりかけてる事業もね完遂できるんかなということですね。で金がなくなったから他の国から引っ張ろうとしてるんですけど、そんなん出すわけないでしょ他の国は。これはね中国が金出してくれるって言うからですね、みんな乗ろうかなという話になったわけであって、で中国が金もないんやったらですねお前来んなって話ですね。それで唯一イタリアだけがですね G7 の中でそれに入っていたんですよ。多分きっとねスケベ心があったんだと思うんですね。入っておけばですね中央から金をいっぱい引っ張れるんちゃうかというふうに考えたのではないかなと思うんですね。でもまあそんな得をしたということはないわけです。だからメローニはそんなイレやんと、無駄やんというふうにですね判断をしているというふうにされていまして、もう抜けるだろうと。で抜けるとねこう要はしょうもない国しか入ってないわけですよそこには。そうするとなんかこう一帯一路というもの自体が霞んでいくわけですね。今でも霞んでますよ。今でもかなり霞んでるのがさらに霞むということになって、なんていうかそれはやっぱり中国の習近平のですねメンツをですね著しく損なうということになりますね。まあ現に損なっていますけどね、まあなんと言いますか、わけわからん上にですね失敗行為でですねメンツを失ってですね、ご苦労さんみたいな話になってる、こう間抜けな話なんですけど、でも中国としては何としてもですね間抜けな話にしたくはないはずなんです。まあただね何度も言いますけど、そもそものコンセプトがちょっと分かりにくい、曖昧な、理解しがたいもんであってですね、他の国もやっぱそう思うと思うんですよ。何なんこれと思ってると思うんですよ。いや金出してくれんやったらええけどみたいなですね、後で金返せんやったらよこせって言ってるわけでしょ。なんか至って評判も悪いわけですね。はい、ということでございまして、このフォーブスのですね、何やったかな、これね、3ページぐらいあるんです、2ページまである。今、1ページの半分ぐらいをつらつらと読みました。書いておられるのは、ミルトン・エザラティさんというですね、コントリビューター、書いてある人ですね、まあ、そういう人が書いてるという記事でございまして、中国に一帯一路に広がる不協和音、中国一帯一路に広がる不協和音、
イタリア離脱が追い打ちにというタイトルの記事でございました。アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。